バレンタイン2018イベントが始まりましたね。まあそれは置いておいてガチャを回すだけです。セミ様が実装された。いやー、百獣の塔は大変でしたね。一応カゲロウの方まで合計200回分やり終えたけども、なんといっても期間が短い。いろんなサーバントをね運用するいい機会にはなったけど、まあやっぱネックは期間だろうな。節分イベなのに節分前に終わるっていうね。あ、お札は使い切った。明日になったらまた交換で僕が5枚。初めてのバレンタイン、かわいい、かわいい。これは断蔵とインフェルノかな。新名言いそうになったけど、まあ別に構わんけどな。もう一回回す。日替わりで出やすいものが変わったりするけども、お、やった、こっちのレースも出た。初めてのバレンタインめっちゃ出るな。今日はとりあえずセミ様だけがピックアップ。お、ナタフだ。そういえばまだ持ってなかったな。セーレムで普通にレギュラー化してたからなんとなくいるような感じになってたけども、自分でゲットしないといないからね。サーバント、ランサー、ナタ、それだけ。あと回せるのは2回か。そろそろ出てほしいなセミ様。因縁深いやつの霊装は出てきたけど、因縁で言えばモーさんが出てきてくれてもいいんだぞ。そしたらおーっと出なかったね。どうする、どうした方がいい。最近どんくらい入れた課金。セミ様な、全体砲火アサシンだからな、迷うね。今後どういうイベントが出てくるかがわからないからな、取っておくか否かが迷いどころですけど。おっ、あーちゃん言うへんの。というかうちではもう新名が普通に出てます。百獣の塔を作れ。我が名は巴、巴古戦などと余人に呼ばれることもありましたか。義仲様に好みを捧げたものではありますが、今はあなたにお仕えするサーバントにございます。神明解放後のゲットボイスだね。はい。おっと、ドブライブ欲しいのが出なきゃ全部ドブライブって言っちゃうんだけど。あと3回か。あー結構石溜まってたからなんとかなるかなと思ったんだけど、あーバレンタインだらけ。渋いなー今回。そうやすやすと出るもんではないけど、うわーすごいドブライブ。よし、さすがにもうこれ以上は回せない。ここで出るほどうちはドラマチックじゃないよ。はい、お疲れ様でした。解散。